はい、今回も海賊無双3ドリームログやっていきたいと思います。前回、アホ剣士 VS クソコック終わらしまして、もうじきね、月光守屋ですね。で、どっちに進もうかな。右と左のルートがあって、レベル的には変わんないんですけど、この後20レベルと10ミホークも回りたいんで、左寄りだと若干遅れるんだよね。そうだね、じゃあ右に行こう。巨人 VS 魚人と、どういう対決なのっていうね。魚人は一応わかるけどさ、巨人は誰なんだろうな。自由な海へ。魚人、まあハッちゃんとかね、そう、アーロン。あ、お前ら巨人なんだ。そっか、そういえば月光守屋ってでかいね。ただもう巨人っていうよりさ、もう化け物っていう認識でしかないんだよな。と、パシフィスタなんだ。そこはクマじゃないんだね。好き放題やることは俺が許さねえ。お前が何を言おうと関係ない。確かにでかい。おっと、巨人ってあの二人だけだ。巨人あの二人だけだ。例えばコインをね、いじってたら必殺技がね、増えましたね。おいおい。なんで敵の巨人が巨人なんだろうな。巨人であり巨人であるっていうね。よし、必殺技第二段階やっちゃおうかな。おクライアを入れ、危ない危ない。ひねりつぶしてやる。なるほど。あ、強っ。いつか潰してやる。おっと、ゲージが4個。まだ力に慣れてなくてな。物には必ず核がある。周り全範囲なんでだいぶ強いな。お前役に立つじゃねえか。戦場全域に影。俺を見つめやがって。影の力の怖さ思い知れ。これハッちゃんもワンキルできるんじゃない？お前たち突っ込むぞ。お、ミホーク。強き者がいるようだ。この戦場ならば俺も楽しめるか。クリークとバギー。赤の目、俺が相手してやってもいいが、あの赤っ鼻がてめえの首を取りてえぞ。赤っ鼻じゃん。くらー、俺には斬撃を聞かねえんだ。あの派手な野郎を切ってろ。つまりバギーは多分覇気があっても切れないんだろうね。ただクリークとバギーはミホーク倒すと裏切るんで、ちょっと構えておこうか。来た。赤の目がいなくなれやこっちのもんだ。やるぞ、やっちまえ。バギーがどこにもいないぞ。バギーも死にかけだ。いい腕だが残念だったな。よーサボーじゃね、バギーも倒したんで。とんじゃなくか。目的のために消えてもらう。物には必ず核がある。こりゃ強いぞ。
パシフィスタ、パシフィスタ部隊を召喚と。嘘だろ、なんだこいつら。何やってんの。みんな、ごめんだ。お前なんかに負けるわけにはいかねえんだ。早くモリア使いたいね。敵の縄張り制圧すればいいのか。道がつながってないな、あんまり。多分全部落とすのかな。多分1個でいいと思うんだけどね。コンボ的にこれが一番かっこいいね。これは身を関係ない技ではない。また巨人か。あ、これ全部取んの。ここは俺たちが解放した。よくやった、もっとやれ。励みます。まあそっちも頑張ってほしいね。見せてやる。ゲージが多いんでね、放ち放題だな。痛い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 。おっ、3部隊巨漢巨人隊長ってことなんで、魚人で巨人か。お前らの縄張りをもらった。おらら、くらえ。苦戦か、まだ大丈夫でしょう。拠点を取っていくと展開が進んでいくんだろうね。お、勝ったか。よーし、モリアたちがどこか知んないけど右の拠点行ってほしいよね。やっぱりサボを使いやすい。おお、まだ足りねえぞ。さっさと次に行け。見せてやる。まさに伝説の怪物と。あ、多分モリアのことを言っているんだろうな。結局ね、右端まで行くんだな。ハンニャバル。おい、そこの徳野郎、ちゃっちゃと所長の座を副所長に明け渡せ。それそれ。いいね。相変わらずの毒舌だな、ハンニャバル。だが、ご無礼な態度はいただけん。いいね。踊るなよ。押せ押せ。これは毒の実を食べた毒人間。よくもこれで逃げられると思うな。モリアさん、お前の属する政府はもうすぐなくなる。
俺たちの手でな。さすが革命軍。ミノタウロス風情はね、ちょっと自分でやってほしいな。ここまで来て引き返したのかな。取ってくれりゃいいのに。パシフィスト配送機器と。物には必ず核がある。それを見極めれば。その通りだ。ここは俺たちが解放した。いいね、いいね。あで。ミノタウロスを倒せば進むんだな。倒してくればよかったな。今とりあえずハンニャバレとモリアと、あ、パシフィスター。しまった、助けが必要だったか。モリアたち全然ダメージ食らってないじゃん。あー、もう倒れかけだったんだ。おっと、まだ力に慣れてなくてな。いいね、やった、これで私が所長だ。あ、間違えた、死んだ。所長のハンニャバルが、あ、違った、副所長のハンニャバルが手伝うぞ。ジンベイさん、覚悟を決めるんじゃ。この一戦で決着をつけてやるわい。どいてろい。ジンベイと接触したときなんか会話あるかな。一応エース関係で話ありそうなもんだけど、どうでしょうかね。ここを通してもらおう。ないか。仁義のため、ここは守り通す。まだ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 、大韓国副所長の本気見せてくれる。ちょっと待って、強っ。見せてやる。これ当てるか。当たれ。あ、逆にクリーンヒットしちゃうっていうね。嘆いている時間はないぞ。よし、物には必ず核がある。銃の息吹、これと蹴りをつけよう。よし、勝利勝利。俺たちを止められる奴はいない。いいね、よし。必殺ゲージはもうコンプリートしてるな。なんだね。ドリームログの賞金組、島を進んでいくと島と島の間を移動するキャラクターに出会うことがあります。彼らはレアな宝を持っている賞金組ですと、彼らは一定時間経つと海から逃げてしまうと。
へえ。まあいいか。え、次回は王様を守らないやつはというのをやっていきたいと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。